はい、さあ皆さんお元気ですか？ガッキーです。バイオハザード RE3 続きやっていこうと思います。音のあれか、似てるやつか。赤い段登るのか。エスカレーターか。ほほう。ほほう。いる。燃やしてる。早く上へ逃げないと。どんどん上、あれか、燃やしていってる感じ。ホールド。これ全部落ちたらどうなったんだろう。足場がないんだけど。アイテムなし。はや。逃げろと。アイテムないから逃げろと。ジャンプ。上。こんな鉄もう燃える？なんかもうガソリン塗ってやったっていう感じだ。お子ちゃん大丈夫そうだ。なんかボス戦な感じがしそう。ちょっと備えるか。セーブしてからアイテム作るか。13段とか、C と C だったっけ。あ、 B と B か。B がないんだよな。どうしようかな。斧、あんま効かなそうだね。そのまま行く？とりあえず。こんなもんで行ってみるか。一応セーブしたし。
おい、広さ。ですよね。倒す。使っとくか。まだ。ボンベ。怖いなぁ。まだだ。今だ。あっちもあるな。もうちょっとか。あ、壊れた。撃ってこない。こう。わお、そんな攻撃ある？え、これ。いや、熱いよね。取って。アイテム拾う。あ、炎炸裂なんだ。動けるの？やばくなってた。いつの間にか。怖っ。突進か。やっぱり。おお、怖っ。で、炸裂だ。怖いな。怖っ。どんだけ。避けた。そういうことか。足で押しないとか。邪魔。逆も回転がや。危ねえ。まだ使えないのか。もう使えない。もしかして。あ、今使える。で、怖い怖い。打たシンクルだ。変わるけど。お、まだあった。こう。まだか。あっちにもある。回復。おっつ。
怖い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 。疲れるけど、お尻が。で、やったか。さあどうなった。トロフィーゲットしたけど倒したかって。カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、ヤツを倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて、ああするしかなかった。そうだな、そうだ。ありがとう。もう地下鉄が出る。急いで戻れ。オッケー。ああ、これか。オッケー、これだけか。警察署だ。前作のステージ。なんかアイテムがある。アイテム、ちょっとゾンビどもを集めて。さあこちらです。あの人が遅いな。もうちょっと早く歩いてくれ。どこ行こうとしてんだ。ハンドガン一発でまとめたい。よし、今です。やったね、弾節約。どこ行くんだろう。ああ、は？あれ違う。え？鍵か。鍵が必要。アイテムがあるだけか。じゃあ。ないのかな、レッドハブ。何これ、ショットガンの。
スなった2マスになった。知り合い？脅かしてすまなかった。何が来るかわからなくて。無理もない。それより地下鉄で脱出しようとしている。来る。地下鉄？そうか、明暗だな。これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。どうした？何でもない。ただタイミングが悪くて。ああ、いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。平気よね。最高のガンスミスだ。いや、でも無茶はしない。無茶をするのは君の仕事だ。気をつけてな。知り合いか。RPD の警察署の中、御用達のガンショップだったからね。顔見知りであるか。調合して回復したいんだけど、まあ、救急スプレーとかも使えばいいんだけど。裏口のかさっきのところだね。あれまだあるアイテムが。どっかにアイテムがある。でもちょっと警察署の方がちょっと気になるから、あ、レッドハブがあった。あー、いるんかい。いなくて起きてるんかい。あららら。あの、あ、向こうが行っちゃった。はい、どっでも戻ろう。あ、もう必要ない。一噛むあれはいけるかな。まだ、あ、なんかアイテムがあるっぽい。あ、しまってんね。でもあっちにアイテムがあるかもしれないから、入れないっぽい。あった。お、これは強化弾。
こっち行ったらあれか。わお。空いてるね、今のうちに。前上だったんだよね。行くべき道が。で、孤児院に行けるんだよね。オートセーブ。アイテムなし。お、でもこれがある。おっと。クソが。らしい。あの人間の首がもしも上から転がしてきたら友達巻き込んだ大惨事になる。ちゃんと危険指摘してるが、違う、怒ってくれたそれまで。なんかこれで倒すのかな人形の首。いや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 、うふう、出た冗談でしょ、怖っ、くらねけど、くらなんてやつだ、やばい、あ、いるんかい、もうやばい、うわ、遠い、うわ、あ、こっち、タッチか、やばい、おおえ、後半全勝だよね、うわ、はい、ごい、ぐはー連射してきやがった、むず、これでね、上の頭が取れかかってるって、閉じてもらうと狙い撃ちされる、逃げ続けろ、回避しようとした時にちょっと止まるからね、それでちょっと立ち回る感じになっちゃってる、からだ。
昭和こっちか。あの人形売ったからね、人形というか。よし、で上のやつも取って回復しといた方がいいかな。どうしようかな。とりあえずスキップ。ロケットランチャー冗談でしょ。怖っ。来るよ来るよ。怖っ怖っ。ダメでした。ナース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 。止まるな止まるな止まるな。どこに行くの。ああ。欲しいところ。と言ったそばからあったけど、まだ黄色だからな。あれ倒すのかな。まああれでも倒せなさそうなんだけど。まさか駅の近くだけど奴もついてくる。大丈夫だ俺を信じろ。モードセーブ。ここになんかあるっぽいんだけどもう取れないのかな。赤くなってるけど、あっちなんかあったな。体験版の時。あらあれ、多分これかな。取れないな。あれはどうするんだ。こうするのね。こうするのね。怖っ。よし、スターズです。まだ駅近く。うわあ、わっつ、おっとい。おっと、出前かくる、開いた。あ、あ、違う、行けたっけ？お、行け、なんか切らなってる。怖っ。おい、大丈夫か。行け、早く。急いで、奴をほっといて。
逃げるぞ。よし、地下に繋がってるっぽいね。カルロス、最初はひどいこと言ったけど助けてくれてありがとう。いや、借りを返したから。あ、こっちか。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは一緒には行けない。地下鉄には乗らない。どうして？新たな任務だ。町を救うためなら何だってやつだ。勇敢だな。アイテムなし。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイル、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探す。これが最終列車じゃないわ。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行ってる。俺は知らない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろう。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃない。大事なのは自分の命だ。頼んだぞ。よし、行こう。そう、間違ってたな。あの白髪がニコライか。みたいな研究家がまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも。思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのだな。違うか？今の何？いますよね。なんでこいつまだ生きてるの？もう助からん。来い、こっちだ。ニコライ、何のつもり？奴の狙いは俺じゃ。ニコライ！で、時計塔に行くのか。ダウンタウンからの脱出っていうトロフィーゲット。でも向こうには戻れないということで、ね。警察署にしも、ああ、ニコライか。地下鉄は街から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい結果だ。で、ニコライじゃないのかね。カルロスを操作して、よし、警察署に行くと。集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だ。懐かしいな。ブラッド、
やめろ。耐えれる。マジかよ、ブラッド。お前まで。許してくれ。許してくれ。ブラッドにやられてたのか。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が片付ける。おい、やる気か。やる気か。ちょっと強いからな。バイオ2の時もつらかったから。お、なんか落とした。 ID カード。どうやって開けたの？あの警官はどこだ？さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスに行く。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか？彼、はい、これ見てみろ。なんすか？オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほど。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、OK。 お前もな。というわけで、今回はここまでにしておきましょう。OK、本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、やっぱ。